こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今回は前に完成したとこから引き続いてですね、素材を同じような素材使ってどんどんやっていきたいと思います。同じようなメッシュの素材になるんですけど、こちらもこれ今回の生地になりますね。ちょっとね、ゴールドのラメがかっていますね。そこが前よりちょっとね、ゴージャスな感じになったんですけど、この同じメッシュなんだけど、いろいろな素材の展開があるんだという楽しみ方をしてみていただけるといいなと思って、引き続いてどんどんね、この素材の部類のものを引き続けてやっていくのが楽しいのかなと思って、今回そういうやり方にさせていただきたいと思いますので、この後もですね、もし完成してもまたその後一つ二つ引き続き同じようなメッシュの素材がいきますので、ちょっとね、いくつかのものを違った素材の柄とか色がちょっと違うっていう感じで、同じでもベースはメッシュのものなんだって、こんなにいろんな種類があるんだなっていう楽しみ方をしていただけるといいなと思います。それで今回のね、この生地はね、前よりもちょっと硬くなりますね。そこがちょっと心配しています。ちゃんと縫えるかなというやつですね。まあちょっとね、やってみますね。それで今回ですね、この生地のお供というか、裏地に、ね、なる生地をどのようにしようかと思ったんですけど、これですね、こっち向きで使いたいと思います。ボーダー向きですね。縦のストライプじゃなくて、本来この向き、この向きのね、ボーダーみたいに走る感じの向きが、生地の地の目の向きのようなので、その通りにこのように使っていきたいと思いますね。で、ラメが入っているので、少しね、裏地にラメも入れてみまして、裏地はね、ちょっと今回持ち巾着っていう生地を持ち巾着っていうデザインなんですけど、裏地をたくさん使うってことを1個前の動画でね、お伝えしたんですけど、なのでね、裏地がね、ちょっとね、前にもう調達してあるものでデザインを変えたので、足りなかったりするんですよね。そういう場合の工夫として、ちょっとね、次のような感じになりますね。はい、こういう風ですね、真ん中がね、裏地、一番右も裏地ですね。それで中に巾着袋を設置するので、じゃあどちら、右と真ん中のどちらが巾着袋にしようかっていうことなんですけれども、って思ったんですけどね、巾着袋をね、真っ黒にしようかなと思いまして、それで真ん中の柄ですね、これがね、まあ面積がちょっと足りなかったっていうのがあって、巾着袋の方が面積がいるんですね。4パーツだから、裏地付きの巾着なのでね。なので真ん中が普通の内張りの裏地、そして一番右の真っ黒が4枚仕立てになって、で、巾着袋っていう黒い巾着袋を設置することになります。まあ、だからちょっとデザイン性のあるものにするには、巾着袋の紐を真ん中の柄で取ったりとか、ちょっとそんなことをして混ぜてミックスしていけたらと思っているんですけど、あとポケットですね。まあ、ポケットはでもこの柄のままでいいのかなっていう感じです。黒のポケットなんかわざわざつけるより、これのままでいって、内張りはですね、全部これでいくという感じですかね。で、これね、綿 100% に撥水加工がしてあるという情報の記事ですね。プリントものね、なんですけどね、プリントものあまり使わないんですけど、著作権があるんですけどね、これ、ね、全然わからなかったんですよ。で、聞けなかったもんですから、ごめんなさいね、もうね、ちょっと分かって何か、まあ、指摘があればっていうことなんですけど、とりあえずいいかなと思ってね、ちょっと使っちゃいます。それでこれ、ね、裏地は、こっち一番右のこの巾着袋にするって言ったやつは、斜めに綾が走ってるの分かりますかね、折り目に。これ結構かっこよくて、ポリエステル 100% ですね、一番右は。普通の何でもない感じなんですけど、このラメでキラ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 、左と真ん中が来たところに、右がちょっとね、押さえた感じにしてみました。全部キラキラしちゃうとギラギラしてしまうので、ちょっとこの一番右だけね、地味に行こうかと思いますけど、なんだけどちょっとツヤも少しあって、シックな感じっていう感じですかね。綿よりね、ポリエステルはツヤが出ますね。この黒ですごくわかりますね、その違いがね。で、この折り目の綾っていうのも、かっこいいかなって思いますね。いろいろあると思うんですよ。真っ黒のプレーンでもね、いろいろよく見ていくと、折り方が、縦横横の普通のプレーンな折り方、平折りっていうやつだったり、シュス折りの部類ですね。ツイルなのでね、これはね、右はね。
そんな感じになりますね。じゃあこれで組み合わせで今回ちょっと作っていこうっていうご紹介だけです。もう何も裁断もしなくてですね。なんだけど、ちょっとね、今日は今回ごわごわした生地でちょっと作るっていう。できるだけね、サクサクっていけたらと思いますので、また完成をお楽しみにどうぞ。途中の段階で一つ動画にするかもしれなくて、何かポイントの学びとか、そういうポイントでお伝えしたいことのある時点が見つかった時点でですね、途中でちょっと動画にするかもしれないので、また見てくださいますでしょうかね。お願いします。ありがとうございました。